はい、皆様こんばんは。今日はですね、なんとあのブレイキングダウン6で一緒に僕と戦ったわけじゃないんですけど、一緒に出場しました樋口さんにちょっとお越しいただいております。樋口武宏です。よろしくお願いします。で今日はですね、まあ、あのオーディションで結構皆さんが気になったこととか、まあ、あとは樋口さんっていう方はどんな方なのかとか、まあ、そういうところをですねちょっとお話ししてくればいいと思ってるんで、はい、あ、どうぞ、すいません。お肉です。はい、一人一枚で、あ、ごめんなさい、それじゃあ、ありがとうございます。はい、でもあの全然緊張しないで、はい、あの一緒に気軽にこうご飯食べながら喋れればなと思ってたんで、はい、ちょっと初コラボなんですよ。あ、YouTube 始めて初コラボなんですか。初コラボなんです。あ、ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。いや、こちらこそ光栄です。この度はオーディションで失礼な態度。あ、いえいえ、もうやめてください、本当にもう。いや、なんかあのオーディションでですね、もうかなりの方ご覧になってると思うんですけど、こう、僕にこう話しかけてくれて、で、僕がその時かなりこう黙ってたので、まあ、そこでこう視聴者さんたちがですね、なんかこういろんなこう憶測があって、なんか結果的に気まずい雰囲気になったみたいな感じになっちゃってるんで、でも、いや僕もですけど、逆にすいませんでした。逆にあのいいお返しができなかったんで、はい、申し訳ございません。でちょっとあの乾杯しましょう。あ、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、もう適当に言って。はい。樋口さんって何歳なんですか。僕34歳ですね。あ、今年34歳ですか。はい、88年生まれなんで、後藤さんの多分2個下っていう。あ、2つ下なんですね。はい、いやでも本当僕はあのオーディションで見た時にすごく静かなる殺気を放ってる人がいるなと思って。あれ、でも言われませんか。そうですね、自分はもうなんかあのもうとりあえず喧嘩してこいって言われてて、はい、周りから。あ、そうなんですね。あのもうアウトサイダーでした、4人の人いたじゃないですか、はい、もうみんなやっぱり有名だったんですよ。はい、その中で自分だけやっぱりこう知名度だと劣るというか。あ、そうなんですね。そうですね、やっぱり時にどうすればいいかってなった時に、はい、あ、もうやるしかないなっていう。あ、そういうことだったんですね。僕自身正直そのアウトサイダーがめちゃめちゃその流行ってた時っていうのがちょうどパクられてたんですよ。はい、で全く見れてなくて、はい、で圭之助さんを初めて知ったのもその一緒に出た第4大会のブレイキングで初めて知ったんですよ。はい、黒石さんはあとそのなんかソウルジャパンとか雑誌とかに、ね、はい、出られてたんで、はい、あの顔ぐらいは知ってたんですけど、はい、本当高口さんとあと萩原さんとあと樋口さん中にいてリアルタイムで試合が見れてなかったんでっていうのがあって、でもなんかでもそれでもやっぱ僕の中ではですけど、正直樋口さんあの5人の中で多分ズバ抜けて多分あの恐ろしいさっき話したと思いますよ。もうあれもちょっと裏話がありまして、はい、最初みんなから瓜田さんに対して喧嘩を売れって言われたんですよ。はい、え、そうなんですか。瓜田さんに行けよっつって、はい、でもうその瓜田さんに対してなんでアウトサイダーなのにそこ座ってんだっつって、あ、なるほど、っていう感じで喧嘩を売れって言われて、はい、自分としてもちょっと怖かったんですけど、まあ、やるしかないな、はい、じゃあやってやるよっていう感じで入ってたんですけど、そしたら入ってた瞬間に瓜田さんがこいつらあのアウトサイダーでみんな強いからリスペクトよろしくなみたいな言われて、はい、そんなこと言われたら売れないじゃあ申し訳ないんですけど、その隣にいたのが米を組んで後藤さん。ああ、そういうことだったんですね。なるほどなるほど、さすがに確かにそれは言いづらいですよね。その一言があってからでは、後藤さんっつったら僕らの中学でもアイドルってすごいすか有名だったんですよね。いやいや、当時はとんでもないですよ。あのテレビとか出た後、次の日とかも、はい、女の子とかみんなやっぱその話してる。本当ですか。僕らの世代ってすごかったんですよ。もうありがとうございます。この間結婚式でもね、なんであんなこと言ったんだすごい怒られて失礼だろっつって。いや、まあ、そうだな。まあ、でもいや僕は嬉しかったですけどね。なんかやっぱり今樋口さんが言ったように、なんかブレイキングダウンってそういうなんかやっぱ いかにやっぱ出場する側も見てる側のことも楽しませなきゃいけないとか、はい、なんかいろんな感情があるじゃないですか。言いたくないことも言わなきゃいけないですし、なんかそういうのを思ってて、僕もやっぱ格闘
歴が長いっていう話はオーディションで分かってたんで、はい、ある程度格闘技やってる人とかだと素で変な人って来ないじゃないですか、はい、絶対いい人なんだろうなって思ってたんですけど、でもその後 YouTube とか樋口さんの見たらめちゃめちゃいい人でやっぱり自分もおかしいなと思ったんですよね、あのオーディションの場で、はい、お前ら全員知らねえけどっつったのに、ね、アイドルだろうとかコメントとか知ってるのになんか知らねえよとか言ってて、なんか真っ白になってたんですね自分も、はい、あの場でもうカメラも多いし、はい、 そうですよね、あんな経験することないじゃないですか、はい、もうなんか自分で後藤さんに対してもなんか失礼なこと言ってたら、俺何言ってんだな、この宇宙人みたいなこと言ってんだろういや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 全然全然とんでもないです。それこそアウトサイダー出てた時って何年前ぐらいになるんですか。アウトサイダーはですね、最後に出たのが4年前とかですよね。あ、そうなんですね。ずっと出てたんですけど。アウトサイダーって4年ぐらい前までやってたんですか。そうですね、4年ぐらい前までやってましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構長いですよね、アウトサイダー。そうですね、ずっと自分はアウトサイダー所属っていう形で、はい、いろんな団体出てたんですよ。あ、そういうことなんですね、はい、それこそだからあれですね、ディープとかも。あ、そうですね、出てらっしゃいましたよね。あの西谷さんにも勝ってたじゃないですか。だからすごい、すごい強いですねと思って。いえいえ、自分に負けた人ってみんな自分にやらせろって毎回言ってくるんですよね、あのトライフォース勢は。あ、そうなんですか。朝倉君もそうですし、西谷君も。で、でも朝倉さんとはそれこそ何年ぐらいのお付き合いになるんですか、そうなると。僕は朝倉くんが20歳ぐらいの時から知ってるんですかね。21とか20歳ぐらいだった。じゃあもう約10年近いですよね。そうですね。そうですよね。じゃあ格闘技歴もめちゃめちゃ長いんですね、樋口さん。そうですね、まあ、ちょっと一回辞めちゃった期間もあったんですけどね。あ、そうなんですね。樋口さんが空くんにタックルしに行ってで、僕が間に止めてくれてましてで、その僕止めてる僕を今度高垣さんが僕を止めてみたいなよくわからない現象になってめちゃめちゃ面白かったみたいな。ここまでみんなに失礼なこと言ったんだからもう嫌われてるからもう大暴れしてやろうと。でも今後あれですか、樋口さん、それこそブレイキングダウンとかまだ出場したりされるんですか。それがちょっと今考えてて、はい、やっぱ負けたばっかりなんで、もういやいやいや、でも次ですとは言えなくて、でも多分見たい方多いと思いますよ。あ、嬉しいです。かなり、はい、後藤さんの試合も自分見てたんですけど、はい、一番最初に後藤さんダウン取られたじゃないですか、はい、取られましたね。あのエビスジャンプたくさん、はい、あれを見てでその後取り返したじゃないですか、ダウン、はい、自分は本当こういう戦い方できないなって。いやいやいや、そんなことないですよ。自分は信原君にダウンを取られて、はい、もうあれで終わっちゃったんですよね、やっぱり。でもあそこでダウンを取ってさらに延長再延長ってずっとやってて、はい、なんかそういう戦い方を本来はしなきゃいけなかったので、お父さんの試合を見て、はい、あの気持ちの強さが自分は足りなかったんだなってすごい勉強になりましたね。いや、そんなもうプロの格闘家なことじゃない。ただああいう戦い方ってプロでもできないんですよね、はい、やっぱそういう。そうなんです。自分の場合はもう多分ダウンしちゃって、はい、何が何だか分かんなくなっちゃって、はい、で気づいたら終わっちゃって、はい、ただやっぱりあそこで取り返してって戦いとかは、はい、その気持ちの部分っていうのはやっぱプロでも変えられないという、はい、練習してそうできるものじゃない、はい、やっぱそれはすごいな。あの樋口さんに言うとめちゃくちゃ嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。今回、まあ、僕最後だったんで、あ、なんかやっぱりその自分の中でもどうしても負けたくないっていう気持ちと、でなんかそのブレイキングダウンってまあ結構今回で言ったら32試合ぐらい行われて、やっぱそれこそ経験者の人たちが戦えば戦うほどやっぱ今までのこの戦ってきたファイトスタイルっていうのがあるじゃないですか。でそれってものすごく大変だと思ってるんですよ僕。やっぱ僕らは素人なんで、それこそ結構素人こそガツガツいくじゃないですか、はい、もうそれこそ自分の距離とかも関係なく、はい、もうお互いこんなそうなんじゃないですか。それ自体が
本当素人だなって自分自身も思ってるんですけど、そういう戦いしかできないからこそ、今回僕は試合に向かう前にこう視聴者さんとかにはもうクリンチも一切しないですし、自分から引いて距離を取るような戦い方も一切しませんって、なんかもう後に自分が引けなくなるようなことを言って戦ったんで、パンチ来てもとりあえずガードだけは固めて、とりあえずもうぶん殴り合うことしかできないなって思ってたんですよね。あそこでね、延長延長ってできるって今回の試合を見て、ただなんで信原くんが勝ったのかっていうのを考えて、はい、まあ、自分にはそういう気持ちの部分が足りなかったんだなっていうのがやっぱ、いやいやいや、でも本当に樋口さんもすごい強い方なので、でもやっぱ1分間の戦い方っていうのはちょっとやっぱそうです、ね、プロの格闘家からしたらきついですよね。難しかったです。技術があればあるほどなんかこう難しいですよね。難しいじゃないですか。で、そらくんもすごく強くなってはいますけど、やっぱり戦い方的にはどちらかといったら僕たちみたいなこうガンガン包めていくスタイルだと思うんですよ。で、僕も今回練習しててある程度自分の距離を保った練習の仕方をしちゃってたんで、はい、で結構詰めてこられたんで、はい、もう正直どうしようっていう感じでした。難しかったです。だからそれはもう樋口さん的には逆に1分ルールっていうのがすごい難しいんだろうなと思ってました、ね、はい、あれがまたそれこそ2分とか3分とかで寝技ありだから、また多分180度多分変わると思ってるんで、もう一瞬パンチ効いた時に、はい、あやばい寝技行こうって考えちゃって、したら、はい、あ今回寝技やっちゃいけないんだと思って話した時にバーンって多分もらってるんです。ああなるほど。そしたらもうそこでもうわけわかんなくなっちゃって聞いちゃって、はいはい、あそういうことだったんですね。もうテンパっちゃって、はい、何も気づいたら終わってたみたいな。いやもうこういう話は直接じゃないと聞けないんで本当に聞いてたのか、なんかやっぱ格闘技の試合って見てると見てる側だと聞いてないんじゃないのとか、でも結構聞いてたんですよ。ただのテンプルもらったんですけど、ね、あなるほど。じゃあ意識的にはあれですけど、気づいたら倒れて、はい、で立とうと思ったらなんかちょっと揺れて見えて、あこれ聞いてんだやばいと思って取り返さなきゃと思って、はい、その後はバーって行ったんですけど、はい、やっぱり相手の方が気持ち強かったんですよ。はい、はい、ということでですね、樋口さんにはですね、当日の試合の時の心境だったりですとか、いろいろとちょっとお話が聞けたので、今日はですね、僕の地元の江戸川区までお越しいただきまして、本当に大変申し訳ないので、僕からですね、ちょっと樋口さんにプレゼントがあるんですけど、はい、すみません、先ほどのお話じゃないんですけど、ちょっとカメラ回ってないところでおっしゃっていただいてたんですけど、僕の本をちょっと読んでいただいてたっていうことなんですけど、ちょっと改めて、ね、改めてちょっと、ありがとうございます。サインした本をちょっと、めっちゃ嬉しいです。樋口さんに、はい、ちょっとプレゼントしていただきたい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。あとですね、ちょっともう一個、我が姉からですね、昨日ちょうど電話で話してたんですよ、たった昨日。で、樋口さんっていう方にちょっと渡したくて、で、マジっすか？うわー、やべえ！格闘技やってるって言ったら、怪我しないでくださいね。うわー、やばい、嬉しい。はい、なんで、兄弟から。ありがとうございます。はい、プレゼント。加工です。プレゼント。すいません。すいません。ちょっと手荷物になっちゃうんですけど。ありがとうございます。すいません。一緒に、ありがとうございます。一緒に出た高垣さん、はい、めっちゃ好きみたいな。あ、そうなんですか。あ、じゃあもう一冊買わなきゃ、もう一冊用意しなきゃいけないかもしれない。あとは、この間、昨日食べ歩きの動画を上げたんですけど、見ました、はいはい。で、土橋さん、はいはいはい、はい、実は後藤さんの本を勧めてくれたのって土橋さん。そうなんですか。土橋さんがもう大好きで大好きでっつって、はい、でお姉さん好きすぎて、はい、ゆうきさんのことも好きになっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。で勧めていただいて読んで、はい、で自分 YouTube とかも見てたんですよ。はい、でのオーディションの流れなんです。そういうことなんですね。であと2冊確定です、ね。いやありがとうございます。自慢しちゃいます。高垣さんも僕も仲のいい地元の同級生のお兄さんと同じ高校なんですよ。ああ、そう。それをなんか友達から聞いて、はい、ツイッター上でちょっと絡んだんですけど、はい、すごいなんか面白い方なので、ちょっと今度お会いしてみたいなと。ありがとうございます。いやね、本当すいません、本日はわざわざお越しくださいまして、ありがとうございます。で、この後ですね、樋口さんの方のチャンネルの方で、
またあの2人でお話してますので、ぜひあの皆様樋口さんのチャンネルの方も概要欄に貼っておきますのでご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画をたくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。Everybody just do your thing.